チャンスにかける16頭の争い。ダートコースの 1400m、 スタート地点は芝の上です。芝の上で枠入りが続々と行われていきます。最後の枠入りは15番です。リーチタイム収まってゲートインが終わります。スタートしました。まず芝の上先行争い、13番アンカーテソーロ、14番ヒニングレーバ、最内2番のオールマイハート。芝からダートに移るところでわずかにアンカーテソーロが先頭、内並んで押していったオールマイハート並んでいきます。3番手が14番ヒニングレーバ、ほとんど差がなく15番ビーチタイム。メダリオンモチーフ、サーフィンサファリ同様キングカメハメハの3区、キャリア5000目、 5.7 倍。アイルハバーナザー3区の6番クインチ、こちらはキャリア11戦目、 7.6 倍。あとは16番ハーツクライ3区のハーツイグニション、秋山慎一郎騎手22勝目、立東武幸四郎厩舎11勝目です。2018年夏、万栄競馬の騎手を目指す一人の少女を追いかけました。判定写真、中山4レースの2、3着、うちの13番ソルファ逃げ粘っての、まあ、3歳未勝利なんでね、2着じゃいけないんでしょうが、なんとか2着確保。最後追い込んだ8番サーフィンサファリ、アナサの3着でした。時計の針はあと6分少々で正午を迎えます。中山と阪神の2場開催、3日連続開催の初日。